回全部消すので、はい、この後は電気をつけさせてもらいます。マジで怖いね、本当に。いきます。うわ怖っ。ホラーナイト SC スタジオ。スタジオついにちゃんと言ってしまいました。いや久々に聞けましたね。本当本当に一周回ったと思いますわ。何ですか。何やねんお前。別に何も何もじゃねえ。何もないやつが後ろ向きで言うか。オフホワイトでおもむろにテンション上がってんじゃねえ。なぜ今日はねちゃんと名前言ったかと言います。今日はもう僕たちヤバい日になると思います。リクエストでねありまして、ナイトショットでホラーナイトやってくれないか。それはマジでやめちゃ、マジやめよう。ナイトショットってことはこの部屋を暗くし、暗くします。あの後ろにいつもちゃんと照明があるんですけど、はいはい、それも消えます。で今 iPhone のライトつけてて2個だけ、これだけでもらわないかって結構わない。内容も結構盛りだくさんなんですよ。そしてプラス今日空いてるんですね。今日も今日も空いてる。あの一応なんか起きたら分かりやすくするから。やだよ俺一番端っこ。いや俺が一番やだ。やっていきましょう。ライト、オフ。ついな。いや、ナイトショット。うわ、怖っ。マジやってる、やってる、これやってる。え、マジこれやばくない。いや、結構パニクりそうだよね、これね。マジで、これね、これ絶対。うわ、うわ、もうや。もう実際大きい声出して。うわ、怖っ。怖っ。いや、えぐいわ。最初はいつも通り調査班を掘らない。はい。うわ、もう調査。いや、もうやばい。結構やばい。あれ見たくない、ちょっと。心霊あり。大阪でシュプリームを爆買いしたのに事故物件のドアがヤバすぎて緊急事態。51秒で女の声が入っています。うわもうマジで聞きたくないんだけど。服を買ってもらいます。やるつもりや、やるつもりや、やるつもりや。おお、がっつりだね。もう違う。外じゃん。いや外ですよ。大阪ですよ。ついてきてるやん。それもうこういう誰もいなかったよね。目の前。いなかった。いなかった。いなかった。目の前で撮ることはあんまないんだ。そうだね。二つ目の動画、鳥肌級の恐ろしい霊の声でこっちに来てという声が入り込んでしまう。まだ見てない方は概要欄から見てみてください。結構えげつない怖さなんで。3分45秒で声がすると気持ち悪い、もえ気持ち悪い、もえ気持ち悪い、もえ気づくて普通。え今んバカでかない、がっつりすぎん。俺かなと思ったけど、俺口開いてないぞ。マジで正義じゃない。気持ち悪い、もえ気づくて普通。本当だ。笑ってる。ま、47も聞こえてない。気づくて普通。なんで気づかへんの。聞こえる。なんかおかしいんだよ。ユースマン。確かに。今やってみるよ。笑ってる状態でね。口開くもんね、しっかり。ちょっと動く。ここが動く。うん。だってね、口がね、動く、上に上がる。って無意識に。うん、いいねが。あ、これ3000近くあるんですよ。やば。で、その下の下のやつも同じか。だからみんなから見て違和感感じちゃうんだよね。確かに違和感がすごい。てかちょっともうナイトショット真っ暗すぎて俺今すごい体萎縮してるんだけど。いや分かる。マジでやばくない。ここの集中力がやばい。ここしか見れない。そうだね。続いて4分37でもなんか似たようなのがあるらしい。多分イヤホン勢がよく聞こえるんじゃないか。ああなるほどね。これはもう俺これは正義だよ。これはこんだけ開くんだ。ここだよね。いやだとしたらってことじゃん。やっぱどっかしら動くよね。それ言うてるなっていうのが分かる。逆にいけんのかな。6分28から緑色の意味不明なものが謎の物体が浮かんでいると。銀のとこかな。かけてるってことか。あれかトントンが止まらないんですけど。なんで緑色なんだ。まあ反射してるしてるんだろうけど。いや反射とかおかしくない。なんか普通にそもそもなってたらそっち映してる時毎回なってないとおかしい。ああそうかそう普通に考えて。そうじゃん。それがない、まあ、何か力で電波とかをいじって、結構この動画やべえな。続いて8分1秒で、まあ俺の声が異常に小さいらしいです。そうだ、普通は全く入れない。しかもなんか音波の話してるから、うん、これコメント欄で多かったのがこういう音が急にちっちゃくなるやつって霊が音波をいじってるか近くにいて何かを発しているそれで遮られて音が通らないっていう。テロップで目立たせたいことなのに小さくするのは絶対ないんですよ。ない、ね、編集でこれもよくある事後パターンな気がする、ね、だねこれ絶対事後だわ。調査班は今日ここまででございます。久しぶりにね、日常のホラーナイトが結構溜まっておりますので、はい、そちらを一つ紹介していこうと思います。はい、まずこちらの動画をご覧ください。どうぞ。なんかやばい声みたいな音する。声どうしたの。ノリが最初に気づいて、みんな…怖すぎないよ。
続々と何え、どこら辺から声したの外この辺だよ。あ、この辺、この辺、この辺外出よ。なんでしょうな、上とか刺さってるパターンないないだ、刺さるとこないはい、ということでこの動画なんですけれども声しねってなってる。そうどうもね、玄関のね、横ら辺からなんか流れてる音っぽいんで、そう、ここに行ってクローゼットがあるから、そこをね、そっから音がするからいろいろいじったんだけど、まあ、結局行ったら消えちゃって、まあ、動画に入ってるかわかんないんだけど、そう、あれは結構でかかったよね。うん、でかかった。なんかそう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 、正義とノリとあと京山聞こえたんだっけ、うん、あれ聞こえた。結構定期的に聞こえてて、本当に俺牛ガエルいんのかなと思って、うん、うん、それぐらいの大きさだった。本当だけどつくづくこの家怖いよね。うん、うん、でやっぱり玄関周りやばい、トイレ周りもやばいし、トイレ周り、いやそこ繋がってるからね、調査班の方が気づくかもしれないと。今思ってたの、ええー、声聞こえたの、うーってもうちょくちょく聞こえるよ。えだよね、やめろよお前、事後パターン、事後報告パターン。なんかもうひそひそ話っぽいのがね、ちょ、なんか怖くて話せない、反応されそうで嫌だ。どっから聞こえんのそれは。いろんなとこ聞こえるよ、階段の方から。教授はなんかある、ちょっと話せなかったんだけど。あるよ、お前もかよ。俺ほんと1年ぶりぐらいだけど、エアコンの上、あれが黒いかけど、どれが見たい。うわ、ちょっとそれマジ冗談きついわ、スキルこれ、これやばいよ、これやばいのよ、本当に。もういいっすか、じゃあもう俺も怖くて、もうなんか喋りたくなくなって、なんかもう本当に縮こまっちゃうわ。一回見せときたいんだよ。一瞬だけじゃ電気全部切りますか。その映像がちょっとやばいんで、大輝も電気つける準備しといていい、行きます、はい、行きます、はい。怖いので一回全部消すので、はい、この後は電気をつけさせてもらいます。あ、いいの、マジで怖いね、本当に。行きます。うわ、怖っ。つけよう、つけよう、つけよう、つけよう。行きましょう、つけましょう。怖っ。怖すぎだろマジで。いやもうちょっとやばい。いや心臓止まったわ。いやマジできつい。パラノーマルアクティビティ。ほんまそれ。見てるみんなはもう楽しくて仕方ないけど。これ動画で見るより。緊張感が本当にやばいから、こっちはやばい。前ちょっとフィルターがかかってるだけでもなんかやばそう。あ、一応最後にね、怖めのやつがありますので、こちらの画像をご覧ください。どうぞ。めっちゃ怖い。え、いや結構怖いよこれ。俺もっと緩いやつかと思ってた。歯がむき出しになっている人がドアに映ってますっていう、えリプが来たんですよ、僕のところに。怖すぎてタワーボーンにこれ保存してって言って、でもあんま見てなかったんですよね、うん、久しぶりに見たらめっちゃがっつり顔ですね。えいや結構本当に見たことない、がっつりだね。いきます。うわうわやばいやばいやばい、口開けてんじゃん。え笑ってる。えがっつりガチで、うマジ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 。目、鼻、口があるしね、もうわけわかんないから、うん、そうだね。それが他は全くないんだよ。え、やばよう見つけたな。そうやっぱね、ほんと細かいとこ見てるんですよ、調査班の皆さんも。多分、ほんとに霊感があって気持ち悪いと思って、そう、なんか多分感じるんだろうね。リクエストに応えて、ナイトショットで電気を消してホラーナイトやってみました。いかがでしたでしょうか。怖かったね。怖すぎる。マジで怖いんだから。もう僕らほんとに怖いんですけれども、まあリクエストには僕たちはなるべく答えていきますので、なんかやってほしいのありましたら、はい、Twitter のリプでお待ちしております。概要欄から飛んでみてください。お願いします。あ、ちょっとリクエストいいですか。ナイトショットで家全部真っ暗にして、一人ずつ家徘徊。嫌です。いやもう、ほんまにマジ嫌です。いやほんまにつなげ無理よ。やばいです。ジャン負け一人にして、いやもう絶対やばい、絶対やばい。それマジでやばいと思う。マジやばい。お前いけ。それ嫌だ。いやなんか、まあまあまあ、じゃあね、この動画が高評価3万突破しましたら、じゃあやりましょう。いやーマジでなんで。皆さんしたいですよ。皆さんが見たければもう全部真っ暗な状態でもう一周してやりますので、ぜひ皆さん高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、もうすぐ僕たち50万人ね、そうなんです、突破させていただくということで、突破しましたらですね、大きめのプレゼント企画を考えております。おお、皆さんお楽しみにしていてください。お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイビーバイビーバイビー。怖すぎたな。俺とノリ同じこと思ってるわみたいね。一瞬声したで。え、声一瞬とか長めに聞こえたよね。聞こえたよね。聞こえた。待って、その後俺聞こえたわ。俺も聞こえた。あーっていうの。てかずっと叫ぶ声しない。そう、あーって。あ、そうそう、俺もそれ聞こえた。え、そんなでかいの。あーって。俺はなんか、うー
もそんな、俺もそんな大きめじゃない。超叫んでる。よくあんじゃん、パラノーマルっぽいやつ。おしまい。痛い痛い痛い。ほんとにやばかった今。マジやばかった。いきます、はい。